日本広島県広島市中区大手町大手町は、広島市中区の町名、1丁目から5丁目まである。郵便番号は730-0051。大手町1丁目の元安橋東詰に、現場保存されている旧、広島市道路原表と、かつて原表所在地であったことを説明する日広島市、中心部、元安川と、国道54号に挟まれた。 東西200から350メートル、南北1.8、1キロメートルの南北に細長い、長域を持つ、北から1丁目、2丁目、平和大通りを挟んで3丁目、4丁目、国道2号を挟んで5丁目となる。橋で言うと、愛用橋から川下に向かって、平和大橋、新明寺橋を経て、南大橋までとなる。広島市の中心。 神谷町交差点から見ると、南西角にあたる。ただし、神谷町交差点と本通りの間の3ブロックは、神谷町の町域となっているため、大手町は、神谷町交差点に接していない。隣接する町域は、すべて、広島市中区である、昭法上江津、秋国広島、木所江図現在の大手町地区に、人々が住み着き町が形成された時期は、 毛利市による広島城追記まで遡ることができる。この地区は広島城に南節の南側に位置し、東側には地区上の際資材運搬のため、改作された西道側が流れ、また西には当時の陸上交通のメインルートである河川を控えており、町の発展にとって有利な条件が揃っていた。藩政時代にはこの地区を横断して西国街道が通り、 元安橋東沈めは、城下の交通の中心として、離堤の起点となるとともに、生札場として、情報交換の場に利用された。城の南西宮の、倉下から元安橋にかけての元安川東岸には、広島藩の船着き場や米蔵、材木蔵、木売所が設置され、特に西区町を中心に、藩御用田市の役店、米屋、両替屋などが、 店や邸宅を構えていた。また、東では、西道側に沿って街並みが南へ伸びていった。これらの町は、広島藩により5つの町組の一つ、白上組にまとめられていた。ところで、現、大手町地区の内追記時に陸地として存在していたのは、現在の1.2丁目に、ほぼ相当する地域のみであり、それより、南は、 東朝佐の広島湾に没していた、現在の3から5丁目は、半世紀の埋め立てにより造成された、深海地で、これらは、町人町としては扱われず、6丁目村と称され、前期の白神組とは、区別されていた。大正末期から、昭和初期にかけての広島県商品陳列館、猿学町のランドマーク的建築物で、現在の原爆ドーム、 明治時代になると、大手町地区には多くの銀行が立地され、広島市発の金融街が形成された。主要な金融機関は、現在の小井城通りより一つ西に入った大手町筋に集中し、本通り近辺には、広島商工クラブや広島郵便局が設置、また郵便局の前には1989年以降、広島市道路原表が置かれた。北には、 広島城を接収した陸軍駐屯地を控え、また西は元安川を挟んで当時広島随一の繁華街で広島市役所が立地する中島地区にも近接していたこともあり、この町は半世紀以来の広島経済の中心としての地位を守っていた。1912年の市電不設に伴い川幅がせばまりドブ川と化していた西道川が 埋め立てられ現在の小井城通りが新たに造成された。この結果、金融街は道幅の狭い大手町筋からより幅の広い電車通り沿いに移動し現在に至っている。その一方で1915年には猿学町に地元商品の販路開拓のための広島県物産陳列館が竣工し、同館は後、広島県商品陳列所広島県 産業省令館と解消されて美術展会場になるなど広島の文化活動の拠点となり町を代表するランドマーク的な建造物となった。この後、現在の大手町1.2丁目地区は古くからの店がの木を連ねる落ち着いた雰囲気の住宅地となったが1945年8月6日の原爆投下に際しては西区町の島病院が爆心地となったため 街並みのほとんどが爆風。熱戦により瞬時に消滅した全開全焼地域になった。特に爆心地から 0.5km に入っていた県1.2丁目地区での住民はほとんどが即死し、生き残った住民は当日たまたま自宅を離れていた者を中心にごくわずかであった。広島郵便局をはじめとする町の建造物も壊滅し、わずかに3 省のみが外壁ななどを残す廃墟ととって戦後原爆ドームと称された1990年代後半以降、特にこの地区の北半部では、近隣に本店を構えるデオデオのパソコン販売のための増設店舗や関連の店舗が立地するようになり、電気街としての性格を強めた。さらにこの地区では2000年代にかけて、アニメ関連グッズ、導入し、 ゲームソフトを扱う小売店やメイド喫茶などのサブカルチャー関連店舗が軒を連ねるようになり、かつての金融の街は大きく変化している。以上より戦前まではオフィス街、金融街の性格の強い街であったことから、企業本社を中心に多くの施設が立地していたが、原爆による壊滅や戦後の再開発などをきっかけに立地区に移転するか、 は廃止されたものも多い、戦前に立地していたもの、編集戦後、近年まで立地していたもの、の編集官営年間の広島城下の地図、現在の大手町地区には、町人町が広がり、猿角町、埼玉町、横町、塩谷町、尾道町、白神一町目などの旧町名が示されている。また現在の小井上通りは水路になっている。 大手町1の5丁目北から1.2丁目、3.4丁目、5丁目となる大手町の町名はかつて存在した広島城大手門の南に位置したことに由来する地名であるであり、その名は近隣に所在する白神社に由来する大手門に関わりを持つ地名という点では他の城下町に存在する大手町と同様である。第二次世界大戦以前の旧町名では 現在の大手町1から5丁目にあたる区域には、大手町1から9丁目のほか、元安川、東西の電車通り及び南北の電車通りに面した界隈に、猿学町、西区町など半世時代以来の古い町名が並んでいたが、これらの町名は1965年の住所表示変更により、現在の大手町1.2丁目及び上宮町2丁目に整理された。 大手町一丁目から九丁目、編集9、大手町一丁目から九丁目のうち、北半部の一から四丁目は、現在の町域と異なり、大手町通りを東西に挟む南北に細長い、京域であり、現在の一2二丁目の一部に相当する、元安川と工術の小道町に挟まれた、旧五丁目は、戦争末期の建物疎開により町並みが撤去され、 戦後建設された平和大通りの一部となった。中部の旧、6から8丁目の町域は、現在の3.4丁目に相当し、南半部の旧、9丁目の町域が、高伸橋と称される、現、5丁目に相当する。猿学町、編集旧、猿学町は、元安川と東西の電車通り及び、南北の電車通りに挟まれた位置にあり、 現在の大手町大手町一丁目、神谷町二丁目の一部に相当する。町名は農薬者が多く居住していたことに由来するとの説があるが不詳である。半世時代には、当時の交通のメインルートであった河川に面していたことから木材の集散地となり多くの材木商が店を構えていた。1915年には元安川に面する旧。 広島藩米沢土地に、広島県商品陳列所が建設され、町のシンボルとなった、細区町、編集級、細区町は、元安川に面し、猿学町に南接して、元安橋東詰が、町域の南端で、現、大手町一丁目の一部である。町名は、小細区職人が多く居住していたことに由来するとの、説がある。 半世時代には町内を西国街道が横断していたことから多くの大商人が店を構え、また、藩の米蔵が置かれていた。明治初年には町内、元安橋東沈に郵便役所が設置され、1875年には広島郵便局と会称、原爆被災まで存続した。また、爆心地となった島病院はこの町域内に所在している。 横町、編集旧、横町は、元安川に面し、西区町の南隣に位置しており、西国街道に沿って形成された横町で、現、大手町一丁目の一部である。1909年に、横町進む秋内場が開設され、中島本町、堀川町と並ぶ盛り場となった。道進む秋内場は、原爆による、壊滅の後、 1947年には、広告商店街となり、現、サンモールの敷地となっている。鳥屋町、編集級、鳥屋町は元安川に面して、横町の南隣に位置し、現、大手町一丁目及び二丁目の一部である。町名は、町年寄りであった、鳥屋八重門に由来すると言われる。塩屋町、編集級、塩屋町は、 電車通りに面し旧、上谷町の南隣に位置しており、現、上谷町2丁目及び、大手町2丁目の一部である。町名は、塩屋が多かったことに由来する、小道町、編集旧、小道町は、電車通りに面し、塩屋町の南隣に位置しており、現、大手町2丁目、3丁目の一部である。町名は、文六年間頃、小道出身の石膏。 大工が多く移住し、不信業を営んでいたことに由来する。町域の半分近くは、戦争末期の建物疎開により町並みが撤去されており、空き地は戦後建設された平和大通りの一部となった、広島市役所、中区役所の本館は、小異常通りを挟んだ向かい側の国体寺町にある。町内に、小中学校はなく、大手町1から4丁目は、 広島市立袋町小学校、5丁目は広島市立千田小学校の学区となり、中学校は広島市国大寺中学校の学区となっている。大手町2丁目の NHK 広島放送局の他大手町4丁目のどこも広島大手町ビルなど、小異常通り添いを中心に大型のオフィスビルも多く建っている。大手町は広島市内で交通量が 最も多い4本の道路が全て集まっている。国道54号線沿いのバス停は、原爆ドーム前を除き、大手町と反対側の町名、施設名が付いている。広島市役所前交差点は、広島市中区大手町4丁目にある、一般国道、広島県の一般県道の木、終点となっている交差点である。通過路線起点終点2018年6月末の、 人口、世帯数は、以下の通り、ありがとうございます。